フライデーナイトやり始めて20年ですよ。20年以上かな。で、まあ皆さん知ってるように僕十字架担いでアメリカ大陸を歩き終わって、7ヶ月かけて歩き終わってね。で、まあ千里の道も一足ずつ進むなりという言葉がありますけど、まあこう一歩歩いたら一歩目的が近づいてくる。でも地味なね、150日かかりますから、毎日32キロ歩いて、休み入れると7ヶ月かかりますから、もうアメリカ大陸ってね、もうずっとまっすぐの道なんですよね。でも終わりましたよ、ついに。ね、やれるもんですよね。まあ、協力っていう字は、十字架のもとに小さな力が3つ加わると大きな力になるって勝手に俺がご了承した解釈してんだけど、やっぱり協力って必要ですよ。そういう意味では経済的な協力、精神的な協力、そしていつも俺のそばにいて、俺をサポートしてくれた、皆さんも知ってるバングラディッシュのバングラ。まあでも、本当にね、いろんなことをやるにおいて、まあ、志っていうのは必要ですよね。使命持って物事をやる。で、使命持って一歩踏み出したら不思議だけど、その使命を支えてくれる人って、与えられるんだよね。まあ、バイブルの中に神の悔いと神の義を第一にしな、すべてに必要なものは備えて与えられるからってね、そういう意味では、バングラは与えられたんだなって。ありがとうぐらい言えよ、バングラ、お前。まあ、面白い。もう、バングラとの出来事を書いたら、2冊ぐらいの本になるんじゃないかなと思います、ね。もう、なんか、珍道中っていうか、60代のおっさんがアメリカを旅行するっていうね、歩いて。まあ彼はドライブして僕を支えてくれるんですけどね。まあ人生の中でそういうことできるっていうのはなかなかないですよね。そういう意味では一つの人生の思い出ですよね。で、バングラにとってアメリカ初めてだし。なんでバングラって言ってるかっていうと、バングラディッシュで恵まれない子供たちに彼は学校を建ててるんですよ。NPO 団体。を作ってね。で、以前はイスラム教徒だったんですよ。悪魔あらーなんて一日何回かやってたんですよね。そして、たまたまそのボランティア団体の中で日本人の女性がいて、独身の女性で、その独身の女性に、そのイスラム教徒の学生を紹介しようとしたら、彼女は私はクリスチャンですからイスラム教徒と結婚しませんって言ったんだよね。こんな時代にこんな人おるんと彼は思ったそうですよ。で、わてはどうですかってそこでフェイントかけて自分はどうですかって聞いたんですよね。そしたらあなたがイスラム教徒を辞めるなら私はあなたと結婚するって言ってね。じゃあ辞めますって言って辞めて。なんだよこいつの信仰はって。お前の信仰は何だって。ね、神よりアラーより女の方が大切みたいな。その女を愛するってことは女の中にいるジーゼスを愛することだってわけわかんないこと言って。そういうふうにして信じたやつなんですね。まあ奥さんもおもろい人でこの二人合わせてデコとボコって感じですけど、今回彼女は忙しくて来れなかったんですけど、また次回二人呼んで体験談語ってもらいたいと思います。まあこうやってね、いろんな人が前に出てジーゼスの出会いを人々の前でね、その体験談を語るってね、これは大切だと思うんですね。もう60来年後になりますけど、もうこれからはいろんなやつをに刺激与えて、そいつたちをやらせていかないとっていう思いが俺には強いんですね。だから自分がやらなくちゃいけないことはやるけど、そういう意味では背中で自分の生き様見せていくけど、その自分一人で何でもやるんじゃなくて、多くのやつたちが感化されてやっていくようになることが、これからの俺の働きだなというふうに思ってるんですね。でそういう意味では、今回、この連中たちが東京に来てくれて、明日も体験談、その、感想パーティーで、話してくれる。またマジックショーもやってくれる。でそういうものを用いて人々に、ジーザスの素晴らしさを伝えていってほしいなって僕の思いがあるんですね。また彼らの思いでもあるわけですよね。だから今日は、ある意味でテストケースでやったんだよね。俺こういうのやると、以前もヤクザの連中集めてミッションバラバってもう日本中飛び回って、奴らに明かしさせて俺がメッセージしたんですよね。で、大体人が集まるとね、寂しい思いをし始めるんですよね。なぜかというと、いつの間にか、
最初は謙虚で手伝いしますって言った奴らが、そのうちに俺ら献金もらえないんですかって言い始めたりね。で、いつの間にか映画作って、俺が十字架担いだのに、私たちが担いだって映画作っちゃったりね。この野郎と思ったりね。てめえ刺すぞと脅しちゃった。ヤクザに刺すぞと言っちゃってね。聖者殺す流れと書いてあるのに、俺殺すぞと言ってるっていうね。まあ俺も短期ですから、そういう意味では、ストイックで真面目だけど、俺が怒ったら、やばいぜ、バングラ。ね、バングラはよく知ってると思いますよ。それでもクリスチャンかっていうぐらいの切れ方します。上原レコもそうだけど、上原レコ前中勤された時に、そこの中勤した人とものすごい喧嘩したっていうのを俺噂でちゃんと聞いてますから。ね、お前人のこと言えねえからな。だいたいハーフっていうのはね、短期なんですよ。やっぱりアメリカ大陸の血と日本の血が混合してますからね。もう切れる賜物天から与えられてますから。ね。だからもう、結構切れることが多いんだよね。これはね、神様取り去ってくださいって祈ってんだけど、取り去ってくれないんですよ。パウロがトゲがあるっていうのと同じで、俺のトゲなんですよね。まあでも、もう、これが俺なんだと、開き直ってる意味じゃないけど、ね、心では少し真面目になって、ね、親切な、その言葉は蜂蜜、魂に甘く、骨に健やかだって箴言、今日聖書を読んでたらその言葉が出てきたんですよ。親切な言葉は蜂蜜のようだってね。魂に甘く、骨を健やかにする。俺もそうなりたいと思うんですけど、もうその後、コーラーってやってるわけですよ、バイクに乗りながら。ダメだなと。理想はあるけど、現実は理想に到達できない俺。でもそんな俺をジーゼスは愛してくれて、俺お前の友だよって言ってくれる。もうこれだけが、俺がクリスチャンになり続けることができる秘訣なんですよね。だから、立法主義的な生き方っていうのに対して俺はアレルギーなんですよね。昔は結構ストイックに真面目に聖書の言葉通りにね、生きようとしたことありますよ。でも結局十戒というのは守るためにあるんじゃないんですよね。ガラテヤ人の手紙の中に十戒というのは守るためにあるんじゃなくて、お前の心の鏡なんだよ。ね、こう私の他に神があってはならないね。偶像を作るな、偶像がむな、偶像に仕えるな、未来に神の名を唱えるなと。安息日を守って聖なる人せよと。そして父母敬え、寛因するな、盗むな、ね、隣人のものを欲しがるなってね、そういう十戒というのがあるけど、それは守るためにあるんじゃなくて、守れないことを気づかせるためにあるんだ。これなら俺はわかるわけですよね。守れない、その守れない俺らを愛してくれている。罪深い俺だけど、罪人のためにジーゼスは十字架にかかってくれた。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられる。俺はこのジーゼスに惚れてるんですよ。だからジーゼスに受け入れられよう、認められようと思って十字架担いでないんですね。で、ジーゼスに認められるために日本中バイクに乗って婚姻してんじゃないんですね。認められていることが分かってるから、こんな俺を愛してくれているから、こんな俺を許してくれているから、そして悪いけど、皆さんは俺の中にある罪を全部知りません。言えないものもいっぱいありますよ。でも神様は全部知ってますから。そして見破られてるってのも分かってるわけ。そしてそういう俺を見捨てずに、ある時は何も言わずに黙って沈黙しているジーザスが俺のそばにいるわけですよ。そして、自分はとうねる自分もいるわけですよ。だからといってジーザスは離れてないんですよ。俺が背を向けてもジーザスはそばにいるわけです。それは皆さんにとってもそうなんです。僕たちは行いによって救われるんじゃない、一方的な神の憐れみ、恵みによって救われるんだ。恵みというのはグレイスという意味です。与えしないものに与える。罪人のためにお前らが裁かれるんじゃない。俺がお前らの罪のために裁かれるよと。そして十字架の上で、私たちの罪のために身代わりとなってくれた。これはもうね、ヤクザの映画からすると、侠客の中の侠客ですよ。
義理と人情の源ですよ。弱きを助け、強きをくじくモデルですよ。だから僕はヤクザの人たちにヤクザやめろとは言わない。ヤクザやるなら任侠道貫けと。俺が見てた映画は義理と人情の映画。高倉健にしても鶴田浩二にしても菅原文太にしてもみんな強格像を見せてんだと。一匹狼的な生き方、普通じゃ生きていけない。でも任侠道を貫くっていうのはそういうことなんだと。だから親分さんに、親分さん僕はやめろとは言わないけど、本当の義理と人情の生き方見せてくださいよって。弱気を助け、強気をくじく、そういう生き方あるヤクザってどれぐらいいるんだって。ジーゼスはまさにその見本ですよって。だから本当に任侠道を貫きたければ、任侠道の源、侠客の中の侠客、このキリストを受け入れると必ず任侠道の本質が分かってきますよって言うんだよね。そうするとヤクザの親分さんが、先生ありがとうございます。今日は燃えました。私もいいヤクザになりますって書いてくるね。いいヤクザになりますってどういう意味なの？だからね、人が変われるならとっくに変わってんですよ。変われないんですよ。ね。僕のところには結構、ソープランドで働いていた人とか、また水商売の人とか、役中の人がやってきますよ。なんかわかんない、類は友を呼ぶって、俺そんな類じゃないんだけど、やっぱり彼らっていうのはね、この嗅覚が鋭いんですよ。やっぱりその薬物のある場所の匂いってわかるんですよ。誰が薬持ってるかっていうのもわかるんですよ。で、例えばジャコウジカが、メスのジャコウジカが30キロ向こうにいるオスの匂いを嗅いで交尾しに来るって言うんです。30キロ離れてるところに。ゾウが何の水もなくて、そして水が欲しい。空に鼻を上げてね、匂いを嗅くと100キロ向こうの湖を察知するって言うんですよ。鮭は生まれたところからね、大海原に出て行って、そして今度は何千キロ、何万キロも泳いだ後、生まれ故郷に本能的に逆流登って帰ってくるって言うんですよ。鮭が、ジャコウジカが、ゾウがそのような本能あるなら、人間も神様からさらに鋭い本能を授かってるはずです。ただ今は飼い慣らされたアヒルのようになってしまって野生的なカモの部分をなくしてしまったのが人間ですから。上手でこのシャバの中で生きる術を身につけてしまって飼い慣らされてしまっただけなの。でも俺たちの中にも野生性というものがあるわけですよ。薬中の人たちってある意味で世の中からのはみ出し者です。で結構ね、はみ出し者になると見えてくる世界があるんですよ。で、彼らは偽善を見抜きますよ。建前本音を見抜く。逆に言ったら、奴ら本音で生きてますから。俺はもうどうしようもない。そして、大体薬中というのは、刑務所に入るか、精神病院に入れられるか、自殺するか、この三つに一つだって言うんですよ。そういう意味では、彼らは法律を破ってる。頭もおかしくなりつつある。それでもこの薬を取ってしまう。もう依存してしまってん。どうしてそんなことをやめれないんだって言うのは簡単だけど、やめれないもう病気なんですよね。でも逆に心の貧しいものは幸いだ。神の国はその人のものだからだ。悲しいものは幸いだ。その人は慰められるからだと。柔和なものは幸いだ。その人は血を相続するからであるという聖書の言葉があるように、彼らは己の中にある真実に正直なんですよ。真理はお前を自由にするって言葉があるけど、見えない真理に行く前に、あなたが感じている真理に素直であることですよ。仏教では自己心は菩薩の浄土なりという言葉がある。正直な素直な心は菩薩の浄土、要するに天国に行く極楽浄土する秘訣だよ。でも天国ってあるかないか、行ったことがないからわからない。でも天国はお前の
ただ中にあるんだと先ほど三上も歌ってたけど、天国は死んだの血肉場所じゃなくて、シャバ平和のない忍耐する地獄のような社会の中にあって、台風の目のように周りがどんなに荒れ狂ってても、心に不思議な安堵感を持つことができることを天国とも言うわけです。そういう意味では、地獄の中で天国を持って生きていくことができるよ。周りに左右されずに不思議な安堵感を持って生きていくことができる。そのためには正直であれって言うんですね。ジーゼスは幼子のようにならないと神の国に入れないとも言ったの。直心は菩薩の浄土なり、幼子にならないと神の国に入れない。似たような言葉ですよ。言っている意味は同じことを指しているわけですけど、素直になれよってことですよ。逆に建前本音で常識社会の中で世渡り上手で生きているやつより、不器用で世の中からのはみ出し者になっている。でも後のものが先になる。愚かだと言われる奴が逆に愚かゆえに知恵あるものを戒める。そういう世界があるんだと。だからジーゼスは私は正しい真面目な人を招くために来たんじゃない。罪人を招くために私は来たんだと。要するに、罪を犯して生きている、理想は分かっている、でもその理想と現実の狭間の中で、理想に到達できない哀れな自分がいる。救いっていうものを得るには、己が罪深い人間だということを認めれば救いは早いんですよ。変な風に真面目な人とか、宗教的な人っていうのは、こんだけもやってるじゃないか。放蕩息子のお兄さんのように、父親のもとで真面目に俺は仕えてたじゃないか。なのに、俺の弟は放蕩三昧し、財産をね、飲んで食べてギャンブルに使い、遊女に溺れて帰ってきたのに、親父はこの息子を喜んで迎えて、この子牛までほふって、祝宴を設けてる。なんだよ、これは。逆に、真面目な宗教っぽい人の方が、神の愛が分かってなくて、不真面目になって、そして罪のどん底に行った人の方が、逆にへりくだる者に神の恵みは授けられるじゃないけど、下から上を見上げているがゆえに神の存在が身近にわかる。しかし、神のそばにいると思いながら神から遠ざかっている教会の人たちって半端じゃなく大勢いるわけですね。ゴッホは神は教会の中にいない。神は教会の外にいるという名言吐いたのは、そういう意味でもあったんだろう。天は私の王座、地は私のあしらい、お前たちはどのような家、教会、お寺、神社、神の宮を作ろうとしてんだ。この自然界こそ、私の手が作った宮ではないかっていう箇所があるわけですね。そういう意味では、あなたが創価学会であろうが、仏教徒であろうが、イスラム教徒であろうが、カトリックであろうが、ユダヤ教徒であろうが、もうすでにみんな神の宮の中にいるんです。そして神様はみんなを愛してるんです。宗教なんていうのはある意味でファッションみたいなもんで、ね、着ている着物のようなもんですよ。ああいう人はジーパン履きたい、ああいう人はスーツ着たい。自由なんですよ。ね。でも大切なのは裸であっても恥ずかしくない自分になれるかというところですよ。逆に宗教の衣が自分たちを縛り上げて、逆に自分たちの人生を惨めにするってこと多々ありますよ。その宗教をやってるがゆえに、それに束縛されて、自由になるために、救われるために信じたものの、全然救いの感覚が自分の心に伝わってこない。そして、もう苦しいという人たちいっぱいいますよ。結構フライデーナイトでは、ある意味で教会に行き詰まった人が、来る場所になってたり、また初めての人が来る場所になってたり、非常にユニークな人たちが来る場所ですよ。役中の人たちっていうのは案外阻害されて、もうあいつはダメだって、もうあいつは使い物にならないって言われてる。でもジーザスはそういう人たちの友になるんですよね。そして不思議な奇跡を彼らは見るわけですよ。また彼らはそういうものを感じるんです。優しさとか温かさとか、あまりにも生い立ちの中で虐げられていたり、なんでお前はこれできないんだ、このバカって頭叩かれたり、
そしてある時は親父に娘が虐待されたりレイプされたり、そういう傷を持っている人たちが大勢いるわけですよ。でもそういう人たちは苦しみ悲しみを知ってるわけです。そして結局人が信用できずに薬の方に走って、またある時はブロンを吸いながら漫画の世界に入って漫画の主人公になりきっちゃうってこともあるわけですよ、ね、そういう彼らは逆に愛に飢えかいている。でもなかなか人を信用することができない。でも人間は人間によってつまずくけど、人間は人間によって癒されるんですよ。不思議だけど、この人のところに何かあるって察知するんですね。なんかこう匂いを嗅くっていうか。面白いことに、十字架担いで歩いてると、そういうニューハーフの人とかゲイの人とか総務省とか、それを経営している社長さんとか、暴力団とか暴力団から逃げてる人とか、そういう人が半端じゃなく多い。先月も話したけど、ブルックリンというところを歩いてたわけですよ。そうするとアメリカの人たちはみんな俺に注意しろよって、ブルックリンはやばいぞ、危ないぞって言うんですよ。あそこで殺人がある。もう頭おかしいやつが何するかわからない、ね。そういうふうに言われるわけですね。でも、ゲトーとかブルックリンが一番反応が良かったんですよ。逆に普通の常識、ね、人間は傍観者のように冷めた目で遠くから、ね、俺を見てんですよ。あるセントルイスかどっかのそのゲトーを歩いてたら、黒人がレゲエの頭で、もうなんかこう、黒人で汚らしいんだけど、体はムキムキマンなんですよね。聞いたら腕立て毎日やってるって、俺と一緒じゃんって言ってたんだけど、そいつがタンクトップで、筋肉ムキムキマンで、そして、2ギャロンのジュースのジャー持って半分は飲んでて、そしてミュージックを聴きながら、こうやって俺の前歩いてたんですよ。だからこいつはやばそうだなと。ちょっと遠回りして、こいつを避けて歩こうと思ったら、俺のこと見て、ちょっと待てって言って、俺にもその十字架担がせてくれって言うんですよ。で、担ぎ始めるの。なかなか担がせてくれる、くれっていうやつって少ないんですよ、アメリカでは。で、こいつ担ぎながら、お前日本から来たのか。俺の体には忍者の血が流れてるって、バカじゃない。何言ってんだ、こいつって。こいつ完璧に行かれてると思いましたよね。でも、ジーゼスはワンダフルだってやってるわけですよ。だから、どっちが誰がおかしいのか分かんないですね。このおかしく見えてるやつの方がジーゼス分かってて、そしてあいつはおかしいって言ってるやつらの方がジーゼス分かってなかったりするんですよ。今度は売春館の前に通るんですね。そして朝も売春の仕事は終わって、みんな外でコーヒー飲んでるんですよ、階段のところで。そしたらその娼婦のラハブみたいな、その娼婦館のボスの女がいて、俺が歩いてるのを見ると、その仕事終わった娼婦の一人に、あの人に献金あげなさいって言うんですよね。俺聞こえたんですよ。その人、グラマラスな女性が、まあ、いいけど、グラマラスな女性が来たんですよ。俺の前に。あなたへの献金よって胸元から取り出してくれたんですよ。俺いろんな献金もらったけど、胸元から出てくる献金が生まれて初めて。非常に心をこもった温かさがありましたよ。ね。こういう研究はなかったよ。でもなんかそれがやらしくなくて、なんかすごく、ナチュラルに感じるんですよね。で、今度は、どっか歩いてたら、またちょっと、やばそうなところ。そしたらこう、自転車に乗って、俺と同じような赤いバンダナで黒いシャツで、そしてサングラスかけて、俺もサングラスかけたけど、俺の前通り過ぎんだけど、歯が全然ないんですよ。ああ、こいつは薬中だなってすぐわかるんですよ。俺の友達の松沢とそっくりだったんですよね。で、そいつが通り過ぎたんですよ。はいって言って。そしたら、30秒ぐらいになったら自転車でまた帰ってきて、ジーゼスがお前に献金をあげると俺に言ったって言うんですよね。で、財布取り出して、中見たら5ドルしかないんですよ。その5ドル全部俺に献金してくれたんですよ。だから、なんか不思議なやつの方が、非常に温かさを持ってるんですよ。で、今度は、ブルックリン歩いてたら、上半身裸で入れ墨だらけ、風呂一週間ぐらい入ってないやつが、俺の後自転車でついてくんですよ。やべえと思ったら33歳のやつで、バングラは、追い出しましょうか、とかなんか言ってるわけですよ。
で、俺の後ついてきて、一緒について行っていいですかって言うんですね。嫌ですって言いたかったけど、まあね、ここが肝試しですから、後ろから刺されんじゃないかなとかね、俺のダイヤモンドのネックセン盗まれんじゃねえかなとか、いろいろ考えたけど、OK って言って歩いてきたんですよ。そしたら、彼が自転車に乗りながら、俺が十字架担いで歩いてんだけど、俺のおばあちゃんは、いろんな人と話をして、その人から学びなさいと言うと、お前、ゲトーにしては、なんかすごく真面目なゲトーのやつだなと思ったんですね。で、そしたら今度自分の身の上話し始めて、自分には三人の妹がいる。その三人は、こう、三つ子として生まれたんだと。その長女が親父にレイプされたんだと。お母さんは、もう心配してその三人の女の子を連れて家を出てしまったと。結局俺はこの嫌な親父と残されたんだと。そして俺はもうその頃から薬物に走り、未だに薬物がやめられない。俺のおばあちゃんは敬虔なクリスチャンなんだと。ジーザスはどんな罪人も愛してると俺には言うけど、教会に行くと、あの孫はどうしようもない孫だと。もう薬物依存症でもう救いようがないと。その噂を俺は聞いたと。おばあちゃんは偽善者だと。俺の前ではジーゼスを愛してくれてると言うけど、結局教会に行ったら俺の批判をしてるって、彼俺にそれを全部言い始めるんですよ。で、お前いいやつだなーって、正直なやつだなって、その背中に手を置いて抱きしめたんですよ。そしたら、うわーってね、号泣し始めた。しかもその号泣が止まらないんですよ。自転車に乗りながら俺2キロ歩いて2キロずっともうおえつしながら泣いてるんですよ。俺は何度ジーゼスに薬物はやめる。もう二度としない。しかし俺はまたやった。何度も何度もジーゼスにやめると言って俺はジーゼスを裏切った。もうジーゼスは俺のことなんか何とも思ってないんだ。違う。俺が今日この十字架担いでここに来たのはお前のためだと。お前は愛されてんだと。ジーゼスは不可能を可能にするんだと。このジーゼスに信頼していけと。お前は許されて愛されてるんだからって言ったらね、顔が変わったんですよ。心に喜びがあれば顔色を良くする、心に憂いがあれば気は塞ぐ、気が塞いでたのに顔が変わったんですよ。アーサー、俺は今日アーサーと出会えて本当に良かったと。アーサーの話を聞いてまたジーザスのことを俺は心に受け止めた。ありがとうって言ってね、帰って行ったんですよ。そしたら間もなく今度は車の中から俺の写真を撮ってるベトナム戦争のベテランがいるんですよ。68歳ベトナム戦争の帽子かぶってるわけですよ。サングラスかけて俺の写真を撮ってるんですよ。で、お前どっから来たんだって俺に声をかけるわけ。俺、サンタモニカ、カリフォルニアからここまで来たと。嘘だろって。サンタモニカ。だいたいもうニューヨークあたりとかね、ペンシルバニアあたり行くと誰も信じてくれません。俺がサンタモニカから歩いたってことを逆に疑われるんですよ。ニューヨークからスタートしてるんでしょって。いや、今スタートしたんって俺ずっと歩いてきたんだよって。誰も理解してくんない時あるんですよ。寂しいけど。バングラだけが知っているみたいなね。で、結局、そいつに、いや、俺、ニューヨークまでサンタモニカから歩いてきたんだよ。本当か、嘘だろうってびっくりしてるわけですよね。どこに行くんだって、ロングビーチ、ロングアイランドに行くんだ。え、俺もそこに行くんだ。じゃあ、後で、ひょっとしたら会えるかもねって別れたんですよ。そしたら、ロングビーチの前に来たら、彼が、ペットボトル冷たいの大瓶二つ持って立ちはだかってるんですよ。もう1メートル82ぐらいある人ですから。アーサー、おめでとう、ウェルカムトゥロングビーチって水をくれるわけですよ。俺その水もらった時に、レイって言うんだけど、レイ、バイブルの中にね、この水、コップ一杯の水を少年に与えたのは私にしたことだよってジーザス言ってるぞと。だからお前はこれを俺にくれたんだけど、お前はジーザスにあげてるのと同じなんだって言ったら急に立ち上がって、実を言うと俺は昨日人を殺して自殺しようとしたんだって言うんですね。人間って本当に人を殺せるんだということを分かった。その時俺は自分が恐ろしくなったと。俺の人生はぐちゃぐちゃなんだって言うんですよ。そしてサングラスから大粒の涙が流れてくるんですよ。さっき会って間もないやつですよ。そいつが自分の人生の告白をし始めてるんですよ。道のど真ん中で。俺の妹は敬虔なクリスチャンだと。神様信じなさい、神様信じないってうるさいと。俺はもう宗教大嫌いなんだと。もう宗教クソくらいなんだと。でも、今日俺はこのままじゃもうダメになると思った。
無性に海が見たくなってロングビーチに行こうと決めて、車をドライブして運転していると、十字架を担いでいるお前に出会ったんだと。俺は衝撃を受けたと。なんかわかんないけど、なんか心が熱くなったんだって言われる。涙流しながらこう言うんだよ。レイ、今日お前心開いてジーザス迎え入れろ。これは偶然じゃない。俺もそう思うと、神様がお前をサンタモニカからわざわざ、今日俺がロングビーチに行く日を知ってるかのように出会わせてくれた。これは偶然じゃないと思うと。俺は今日心開いてジーザス信じて、泣きながらジーザスを迎え入れるんですよ。これから俺が祈るとき、俺は絶対ジーザスのことと、今日起こったこと、アーサーのことは絶対に忘れないって言ってね、別れたんですよ。面白いですよ。一歩踏み出すと出会いがあるんですよ。まさに一歩一会じゃないけど、その出会いっていうのが不思議な出会いで、僕は今回モットーは語らずにして語ることだって言うんですよ。こんだけ語っちゃってますけど、ね。でも究極の表現は語らずにして語ることですよ。要するに存在感で漂わせる。昨日たまたまその週刊大衆っていう雑誌に出るので、そのページが結構いろんな芸能人とかいろんな著名人のその写真を撮って、そこでインタビューするとこだったんだけど、そこにいるカメラマンって俺より3歳ぐらい上なんですよ。で、彼俺を見た時に、あんたみたいな人今まで見たことねえと。最初はサングラスかけたんだけど、あんたの目っていうのはなんか少年のような澄んだ目してるって、なんかすげえ俺のことを褒めるんですよ。もうそんじょそこらの芸能人なんかとは比べられない。いや、私はいい人に出会ったと。で、250人の今まで自分がインタビューしたヒクソン・グレイシーやピーター・アーツや、ついこの前は金ちゃんを写真撮ったんですよ。あんたみたいな人は今まで見たことないと、うん、あんたの中に何かを感じたって言うんですよね。だから俺、なんかおだてられてるのか、俺そうおだてられるの好きなんですよ、うんうん、ほんで褒められるのも大好きなの。もっと言って、今日の一日明るくなったわって言ったんだよね。でも真剣にそう言うんですよ。で、俺はあんたの話も聞いたことがないと。今日会ったけど、すげえエネルギーを感じるって言ってくれたんですよね。で、俺のモットーは語らずにして語る。本当のこと言うと、こんなに話したくないんですよ、今日。ちょっと出てニコッと笑って立ち去りたいんですよ。え、何今のはっていう。ね。それは究極だけど、なかなかそうはいかない。いっぱい話しましたよ。でも語らずにして語るってあるんですよ、皆さん。十字架行進は語らずにして語るをモットーにした。だってこうやって話せないもん。歩くしかないんですよ。歩くのがメッセージなんですよ。十字架担ぐのがメッセージ。でもね、不思議だけど人に反応するんですよ。車に乗ってる人はいろんなことを思い巡らしてるんですよ。夫婦関係がうまくいかなかったり、ガーフレンドの関係がうまくいかなかったり、経済的に困ってたりするトラックのドライバーが運転してるんですよ。で、路肩にコンボイのトラックを止めて、サンドイッチを右手に、左手にペットボトルの水を持ちながら、泣きながら俺のところに来るんですよ。北に走っている時にあなたを見た。南に走っている時にあなたを見た。今日で3回目だと。今日こそあなたと話したいと思ってトラックを止めて、あなたのところに来た。ありがとうって言うんですよ。ありがとうって俺、疲れて何してんだって下見ながらお金を拾ってたんですよ。ね、しかしそいつは俺を見て感動してたんですよ。愚かな俺を用いて神はね、知恵あるものを戒めてくれてるんです。皆さん、俺だけじゃない、皆さんもそうなんですよ、ね、男は背中で語るってあるけど、背中で語れるんですよ。自分の中に心に満ちているものは必ず香りとなって、野の花の香りと同じように人にかぐわしい香りを放つんですよ。俺はね、それがあるんだと今回体験しました。だからもっとメッセージを短く、願くは語らないようにしたいと思うけど、それは無理だと思います。でもね、何も言わないで何かを感じるってのって、昨日もね、そういうことを言ってくれた。ああ、メッセージって生き方持ってたら
年輪となって必ず人に伝わっていくんだな、そういうものをますます目指していきたいなと思いました。皆さんもそうです。皆さんの中に魅力があるんです。私の身にお前は高価、お前は尊い、私はお前を愛してる。一人一人のためにジーザスは真っ裸な姿で十字架でクソもしょんべんも垂らしながらあなたの罪を償ってくれたんです。それほどまでにもあなたを愛してるんです。あなたは高価なんです。価値あるんです。あなたは特別なんです。あなたは愛されてるんです。人生70年といえども29200日です。70万800時間4204万8000分ちゃんと調べたんです。 A 型の天秤座だから。だから俺らの命は削られていくね。川島直美さんも亡くなりましたよ。4年ぐらい前かな、あるパーティーで出会って、初めましてて、ハグしてチュッて彼女のほっぺにキスしましたよ。俺不思議だけどそうさせる人ですよ。そうさせる人って誰だでもやってるわけじゃねえけどね。でもその人も50代の若さで亡くなるわけですよ。母親もがんでつい2ヶ月前に亡くなりました。俺の人生もいつ終わるか分かんない、ね、逆に言ったら今日は生存葬、俺が生きてる間の葬式のような気持ちでやりたいなと思いましたよ。上原玲子が歌ってくれて、三上が歌ってくれるね。まあ、大阪のマジシャンはどうでもいいけど、まあそんなことはどうでもいいけどね。でもね、俺は三上と上原玲子には俺の葬儀で歌ってくれるように言ってますからね。まあどうなるか分かんないけど、先に奴の方がいいか分かんないし、そしたら俺が歌うよあんたの歌で。まあね、人生ってあっという間に上下に過ぎ去る。俺たちの体は朽ち果てても魂は天に帰ってきますからね。そりゃそんなに長くないと思いますよ。だから俺は残された一日一日をジーザスに感謝しながら、このジーザスを伝えることに全身全霊で進んでいきたい。そういう意味では十字架行進アメリカは終わりましたけど、俺のチャレンジはまだまだ続きます。灰になるまで続きますね。天国でじっくり休めますから、それまでは動ける間、この前十字架担いで脱腸になりましたからね。脱腸の手術もしなくちゃいけないんだけど、最近全然脱腸痛くないから、何の話してんだけど、ね、もう上原でこうなんか想像してんだよ、俺の脱腸ってどこなんだろう、ね、でもこの前も富士山を一周して、別にそんな痛くないんで手術やっぱり回帰しようかなと思ってるんですよね。まあこれはこれで俺の問題ですけど、まあ、体は朽ち果てていきますよね。アメリカ大陸歩いたら体もやっぱりボロボロになりますけど、でも魂は健やかになるんだよね。いろんな人と出会うと力得るんだよね。難しい聖書の話をね、勉強して読むんじゃなくて、神が作った人一人の人と出会うと、そこに神様がいるんだってことが分かってくるんだよね。これがやめられないんですよ。ぜひ皆さん、あなたの人生も無駄に生きるんじゃなくて、意味ある生き方、このジーザスと共に生きてください。あなたでいいんです。あなたのらしさを通してジーザスの愛が多くの人に伝わっていくんですから、ね、ぜひ、みんな牧師にはなれません。みんな献身者になる必要ないんです。一人一人が置かれた場所で心の中にジーザスがいて、ありがとうっていう気持ちで生きていれば、必ずそれが風邪の菌が感染するように周りに感染していきますから、ね、人が救われ、人が元気になって励まされるのを見て喜ぶ人間になりたいなと。今日皆さん励まされました、慰められました、ね、ありがとうございます。三上に感謝、上原玲子に感謝、大阪に感謝、バンガラに感謝、ありがとうございます。